皆様どうもこんばんは、桜井ののかです。本日はですね、マネージャーと、歌舞伎町デートということで本日のある、お寿司屋さん来ております。今日はね、飲み食いしながらいろいろ喋ろうかなってことで、マネージャーにも飲ませますよではでは、どうぞ。いいんですか？はい、飲みます。でマネージャーがさ、アイコス忘れて、私アイコス吸ってます。先に吸わせてあげる優しさよ。あ、乾杯するの忘れた。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、普段ビール飲むんですか？最近飲むね。ここ半年ぐらいで飲むようになった。いつもさ、シャンパンばっか飲んでたんだけど、はい、外で飲んでる時にシャンパン入れようってなってさ、めちゃくちゃ高いから、パン屋さんでね、飲む飲み物じゃないわけ。ご飯のコースより高いのよ。ってなると、なんか酔える他のお酒を探さなきゃいけないって、やっと気づいたのが半年前の話、はい、あ、すいません。あ、すごい、もう介護されてる。介護って言い方がすごい尽くしてるんですよ。この間見たんですよ、10代でご家族の方が認知症で介護をしてる子供の動画を見て、頑張ろうって思いました。 YouTube とかうちもさ、ちょこちょこ見るんだったけどさ、はい、いかに自分が幸せな境遇かが分かる。苦労してる人たちを見ると、もう見れば見るほどどんどんそこは分かれないぐらいいる。超自分のこと不幸だなとか思ってたけどさ、なんか逆に生活保護でアメリカ旅行とか行ってる人とかいますよ。そうなの？はい、すごい楽しそうに人生を送ってていいなと思いますそういうなんかお金の知識ってすごいよね、はい、知らなければ損するっていうシステム、なんか日本ってそういう制度とか税金とか。あ、確かにそうですね。税金とか確定申告ぐらいは教えてほしいですよね、学校で。うちも6年前とかに税理士さんつけて初めてだもんね。いや、僕もあの住民税の存在を知らなくて、急になんか口座差し押さえ食らって、感覚カタカナでね、通帳に差し押さえって書かれるんですよ。怖い。食べてください。生牡蠣あります。 ありがとうございます。うち生牡蠣好きなの知ってた？知ってます。もうだっていつも電話したら、あ、今貝食べたくなって築地いる一人で。しかも2021年か。今年の目標はありますか？今年の目標は、まあ、やっぱ彼女を作ることです顔が切実そろそろうちはマネージャーに幸せになってもらいたいよまあでも作りたいと思って作るもんではないかな。でもそれ言ってるよね、逃げだなこいつっていつも思いながら。大変で、だってさ、うちとあんなに毎日さ、はい、電話してたりとかさ、はい、一緒に今いるわけじゃん。ずっと言われるだろうね、ものかさんってきてんじゃない。いや、でもそれは大丈夫なんじゃないですか。僕そこを逆に心配する人は多分付き合えないと思う。お客さんの中にもいるんだけどさ、はい、他のキャバクラ行っちゃダメだけど、桜井ののかのとこだったらいいよって言われてる人って結構。なんでなん？そうかね、恋愛対象に入らないってこう、もう認知されてる動画のコメントでもなんかちょくちょくありますもんね。マネージャーとひっついちゃえばいい。あ、そうそう、なんかそういうの見るとさ、はい、彼女さんはいい気しないんじゃないかな。まあ、それはあると思います。逆になんか女性の方の方が見てくださってる方多いから、桜井ののかのとこならいいよになるかもしれないですね逆にののかさんの2021年目標は何ですか？うちも彼氏欲しい、落ち着きたい。お互い年内中に作ってダブルデートですね。できれば夏とかいいけどね、もうコロナがさ、明けててさ、はいはい、海とか行きたくない？いや、どう、行きたいですけどね。だから この間今日、おととしか、はい、行ったじゃん、海、はい、その時ってさ、うちがこうナンパをし続けて、はい、LINE をあの10人聞くっていう企画あったじゃん、はい、ああいうんじゃなくて、もう普通に遊びで行きたいと。普通にカメラうんぬんじゃなくてさ、うち温泉結構行ってたの、はい、ああいうのとか、温泉、イルミネーション、海、あとはやっぱディズニーリゾートですかねダブルデートしたいよな。私友達いないからさ、ダブルデートって概念がないからさ。いや、そんなこと言い出したら僕もダブルデートの概念ないですからいやいや、それ今まで彼女いなかったから。小説とドラマでしか見たことないみんな、まあ見てないからあれかもしれないけど、まあまあ、私はいい男だと思いますよリアクションしづらいこれね、マネージャーがそれっぽいこと言ったらね、ののかとくっつけみたいに言われるのがもう嫌なんでしょいや、もう、ね、リアクションしづらいですよちょっと嫌がってたもんね、あの時のこと。いやいや、ドッキリのやつとか
聴者の期待に応えるなら、あ、そういう企画を取っていった方が、まあ、みんな楽しんでもらえるんだろうなって思う反面、お互いそういう気持ちがないじゃない。そこになんか憤りを感じます。マネージャーとデートしてみた企画。ののかさん自身が早く帰りたがりそう。はい、回すだけ回してって、はい、人に歩くのも嫌だから歩いてるとこだけ撮って、タクシーのタクシーの。いや、カップル YouTuber の人すごくないですか。うちなんかでも見たい、やりたい。寂しいよね、でもね、別れた時。いや、別れ考えちゃいます。人と付き合うとき、付き合ってるときはさ、ずっと一緒にいるって思ってるけど、やっぱりその後こう考えちゃう。一緒に撮ったもずっと残り続けるわけだから、はいはい、だから企業案件とか絶対ダメだよね、消せないから。じゃあだからそれだけ、次彼氏ができたらまず TikTok を撮るのと、YouTube を撮りたい。綺麗な外人の方がいい、新しい路線。いや、言ってますよね。そう、 TikToker の人でしょ。ああいう感じのカップルみたいな。そう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 、別れたらうちってマジで全部消すの、はい、写真とか何か何まで。キャバ嬢だし、その後飲み来たりとかするから、はい、連絡先までは消さないんだけど、写真とかはまあ総出で消すの。付き合う時にもう別れを考えちゃうんですね。考えるよ。いや、もうなんかその辺、僕はあのヤンキーってこうツイッターとかに絶対書くじゃないですか、真須何々一生俺の女みたいな。気持ちはそれぐらいの気持ちで付き合いたいなと。だから彼女できないなって。重いんだよ。あ、こいつと一生入れっかなみたいな。重い。怖いよ。でも仕事ばっかしてますから、忙しいです。うちってやっぱすごいなって思う。なんかそういうの考えると結構まだ多忙にさせてもらってますけど、はい、すげえ遊ぶよなって思って。すげえ。うまいっすよね。うまい。なんか自分の睡眠時間めちゃくちゃ削るじゃんって。いや、遊ばないっすね。全然遊ばないよね。サウナ行くか自炊ばっかしてます。あ、サウナ好きだね。あ、飲みましたね。いや、もうこれ今日無理っす、僕もうこの後。一緒に帰ってる。いやいや。これいやいやって言うのがさ、ちょっと腹立つんだけど。俺ら家めちゃくちゃ来てるじゃん。酔って2人で家でいると何かあると思ってる、はい、いや思わないんですけど。いや、でも分かんないじゃないですか。うちがマネージャーに惚れてると。その時ののかさんがもしめちゃくちゃ性欲溜まってたら、そこ見境いなくなるんじゃない。しかもお酒入ってるしない。自分で電話当てるから、ちょっと右乳首舐めて出るかもしれない。いや、お酒飲んだ後はね、男女が一つ屋根の下に行っちゃダメっす。テレビで見た、そういうの。まあ僕童貞じゃないんで。はい。いや、なんかさ、お酒飲むとでも最近寂しくなるわ。マネージャーにのこんなこと言っちゃって、やっぱ彼氏作らなきゃ。でもさ、うちに対して結構そんな拒否反応をする。桜井ののかな。いや、もうあのちょっと編集者さん、ここ使わないでほしいんですけど。いや、なんかこんなこと言ったら使われちゃいますよ。いやいや、ちょっと、マジでカットしてほしいんですけど、実は最近いい感じの子がいるんですよ。マジ使った、マッチングアプリ。それ騙されてない、キャバクラとかで知り合ってない。それだけが心配だよ。大丈夫です。なんで僕は2021年の目標を達成するためにちゃんとコミットしてます今。すごいじゃん。なんだよ、前もそんな感じで置いてかないでくれよ。ここから使ってもらって大丈夫なんで、編集者さん。農家さんの愛どこで見つけますか。歌舞伎町は嫌だね、正直。ホストも嫌だ。ホストは嫌だ。ホストが嫌だ。この人いいなっていう人はいないですか。10人ぐらいの。皆様、今回の桜井ののか TV いかがだったでしょうか。ご飯食べながら初めて動画回させてもらったんですけど、はい、いや、もう結構飲んじゃった。こんな時間なのに。結構いろいろ自分のこと喋ってる。いや、思いますか。いや、でも使えない部分ほとんどだから大丈夫。編集者頼むぞ。前に出ながらないマネージャーなのでね、これからも顔を見ることはないと思いますけど、私たちロケ動画最近頑張って撮っておりますので、見かけたらね、ぜひ声かけてあげてください。はい、彼の名前じゃあピー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 ダメです、ダメです。
マジのフルネーム。今回のこの動画がいいなと思った方、ぜひともチャンネル登録、そして高評価、コメントの方お願いします。インスタグラム、ツイッター、TikTok の方もやっておりますので、そちらの方にもぜひ遊びに来てください。桜井ののかでした。じゃあね。